はい、今からねこの橋渡っていきます。何橋でしたっけここはね生口島大橋ってこれかな、生口島橋なのかな、ちょっと大橋がつくかどうかちょっとわかんないね、多分大橋つくと思うんだけどちょっとそんな感じの、ちょっと浅はかな感じの、なんつうんですか、はい、ここはね車と並走みたいな感じなのかな、下通ってないもんね、うん、なかなか車と並走っていうのも楽しいですね。まあもちろんね柵は分かれてると思うんですけど、はい、そんなところを走っていこうと思います。ここはねちょっとこの眺めがいい、こうちょっとね休憩エリアみたいになっててすごいいいですよ。はい、ではね早速行ってきます。はい、今ね生口大橋の真ん中でちょっと止まってます。もうね見て綺麗、汚いらしいんですけど綺麗、もうね僕からするともうすごい綺麗、何海底がこううっすらと見えるみたいなね、すごい感動的です。はい、こんな感じでね島も向こうにこう見えていいよね。こんなとこ走れるなんて最高ですわ、楽しい、最高最高。ではこのまま続いていきます。はい、出発します。火が通ります。いやー、いいわ、最高、気持ちいい。はい、 YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今ですね、生口橋を渡りまして、生口島に向かっているところです。まあこの下り坂そんなに広い道ではないんで、前の方にくっついて走ってます。左へ行くんですね。もうちょっと行くとですね。そこで、海水浴場の手前に、あ、はい、サンセットビーチってあるんで、そこが飯が食える。あ、食べれるとこあります。あ、じゃあそこ行きましょう。よっしゃー。結構車来ますね。はい。しかもこれを行くと。来ます。そうですよね。はい、ここでですね、生口島なんですが、先ほどの生口橋を渡りまして、時計の反対回りに、ずっと走っていくルートです。もうずっと海岸沿いっていうかね、そこをずっと走っていきます。途中に何があるかすっごい楽しみですよね。今生口山大橋を降りてきて、川沿いじゃない海沿いを走っているところです。すごい快適、ここの道はね綺麗ですね。今までの中で路面は一番綺麗かもね、この辺りと言ったらここちょっと悪くなりましたけど、走りやすいです。はい、生口島は全体通してねすごい走りやすかったです。路面がね非常に綺麗です。で一番こうなんだろう、道路をこう見せるっていうようなところに力を入れてんのかなっていう感じがねする、島ですね。走っていてこうなんだろう、気持ちがいいですね、この道路の綺麗さが。はい、そしてね前にちょっと何か見えてきました。はい、ここ寄った方がいいですか。ちょっと寄ってみます。あ、寄るここ寄るこれは寄らないと。
ね、このドルチェっていうお店にやってきました。ここね、なんかアイスクリーム、手作りアイスクリームのお店です。ね、もうね、こういうとこはね、寄っとかないとっていう感じで、もうね、アイスクリーム食べに行ってきます。ちょっと寒いかな、今日食べたら。ね、ちょっとトライしてみます。じゃ行ってきます。はい、今ね、ドルチェに来て、アイス買ったんですけど、いちごと、あと、瀬戸田わかんない。レモンです。それを食べます。じゃあ食べてみます。よっ、もうねちょっとね垂れてきてる。あ、うま。もうね今日ちょっと寒めだから寒いかなと思ったんだけど、やっぱ食べることにしました。もうね、そうめったに来れないんで、楽しむことはもう何でも楽しもうと。ちょっとぐらい時間かかってもいいやみたいな、というノリです。めちゃくちゃ楽しいんですよ。うん、これね、いちごのね、ぶつぶつが入ってます。あの、うまっ。あ、いちごいいね、これ味が。あ、おいしい。あ、いいわこれ。ちょっとね、もう垂れ始めてきて手がベトベトしてます。はい、ここでですね、偶然あやちゃんたちに出会います。やっほー、やっほー、バイバイ。はい、行ってしまいました。はい、今ですね、ここにこのラックにちょっとバイク置いて、中でねちょっと休憩しようと思います。はい、こういう感じでどこ行っても楽なんでありがたいです。でね、こういう感じの休憩スペースがなんかね、ほとんどのコンビニにありますね。なんかこれはね、やっぱり名古屋とか瀬戸とか、まあ愛知県内ではちょっと見ない光景です。羨ましいです。あ、なんかいい雰囲気、なんかいい感じだよ。なんか南国に来たような、この雰囲気いいっすね。すごいいい景色、火が通ります。あ、じゃあまだ半分ぐらい。ですね。このね、素敵な海沿いをずっと走っていきます。このね、ヤシの木がいいですよね。ヤシの木って雰囲気が出ますよね。はい、そして、少しね、海岸から離れたと。また海岸のところへ出てきます。おー、橋見えてきた。橋が見えてきました。あ、ここですね。はい、じゃあここから上がっていきます。すごい面白い作り。なぜか広告が。
あ、レモンが。はい、ではですね、今回はこれで終わろうと思います。今回の動画面白かったな、参考になったなって方、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの、いやこんなの配信してます。ぜひ見てくださいねー。